はい、それではただいまから第392回電力ガス取引監視討論会を開催いたします。本日の議題は議事次第にあるとおりでございます。議題に入る前に議事や資料の取り扱いにつきまして事務局よりご説明をお願いいたします。はい、事務局総務課長の田中でございます。本委員会の開催につきましてはオンラインの開催といたします。第一部については公開案件でありますが新型コロナウイルス感染症対策のため今回は傍聴者を受け付けないこととさせていただいております。なお第1部の議事の模様についてはインターネットで同時中継を行っています。第2部の議題については個別の民間企業の情報等を取り扱うことから議事は今回とし議事要旨を後日委員会のホームページに掲載することといたします。その後その対議資料について情報公開請求があった場合には、その対応について改めてご相談という扱いにしたいと考えております。念のため、ご確認いただきたいと思います。はい、ただいまご説明がありましたように、議事次第において第2部として記載されている議題につきましては、非公開での開催とさせていただこうと考えておりますが、異論ございませんでしょうか。はい、では、今お話になった通りにさせていただきます。ありがとうございました。それでは議題の1、制度設計専門会合の構成員の変更についてに関しまして田中総務課長からご説明をお願いいたします。はい、田中でございます。それでは資料3の方をご覧いただけますでしょうか。こちら制度設計専門会合の構成員の変更について各報告ということになっています。こちらでございますけれども、7行目以下にございますように、当委員会のもとに設置されている専門会合の構成については委員及び専門委員の中から委員長が指名することとされております。今般でございますが丸1にあります通り二村睦子氏日本生活協同組合連合会常務理事が委員長指名に基づき制度設計専門会合に新たに参画をする。あと丸二といたしまして村上千里氏公益社団法人日本消費生活アドバイザーコンサルタント相談員協会理事が同構成員を辞任することに伴い以下の通り構成員を変更することとしたいというもので、ございます。こちら、この次のページでございますけれども、変更後の制度設計、専門会議構成については、下記のようになっておりまして、この、いわゆる消費者関連の、この委員ということについて、この村上氏の方が自分を中に、二村氏の方が新たに、この専門会議委員として、この参画いただくということになってございます。私からのご説明は以上でございます。はい、どうもありがとうございました。それではただいまの事務局からのご説明の内容につきまして委員の皆さんからご質問ご意見がありましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。はい、事務局の審査は、はい、では新川さん、事務局長、お願いいたします。あ、すいません、新川でございます。今日はテレワークで自宅からの参加で申し訳ございません。先ほど二村さんのお名前でございますが、二村千佳子様というふうにになっておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。はい、どうもありがとうございました。それでは、何か、ご質問、ご意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは、本件は報告事項でございますので委員長として指名手続きを進めさせていただきます。どうもありがとうございました。第1部として予定していた議題は以上でございますが他に何かございますでしょうか。はい、事務から1点お伝えをいたします。前回の委員会からの間に1点、緊急での書面開催を行っております。令和4年台風15号に伴う災害に至る特定小売供給機関の特例認可等につき9月28日付で認可する等することに異存はない旨経済産業大臣。
ありがとうございました。それではこれにて第1部を終了といたします。